マガはイギリスのスポーツカーのブランドである MG の主要車種の一つに座席オープンカーを中心としてイギリス国内向け販売だけでなくアメリカ合衆国をはじめとして多数輸出された。マガ1600、1955年に MG ブランドにおける主力車種の二座席オープンカーとして開発され、1962年までに10万1081台が製造され、 過半数以上が北米、西ヨーロッパ諸国、日本、オセアニアなどに輸出されるか、現地ノックダウン生産された。なお、当時の製造会社は BMC である。マガは、現代の乗用車のようなモノコックボディではなく、1930から40年代の MGTA から TF の設計を発展させた、全金属製のラダーフレームに、エンジン、トランスミッション、リアークスルなどを仮装し、 その上に空力設計を大きく考慮した金属製のボディを乗せてある床板は合半。最初のモデルはオフ直列4気筒 1500cc の BMCB タイプエンジンをフロントに搭載し4速のマニュアルトランスミッションを開始リジットアクスルの後輪を駆動する設計とされたフロントサスペンションはアッパーアームがレバー式ショックアブソーバーのアームを兼ねるウィッシュボーンを 採用。一方、リアサスペンションは、ハンダ円7枚、リーフ式による、リジットアクスルである。ブレーキは、前期モデルのマガ1500が、前輪が、ドラムブレーキ、マガ1600及びツインカムが、ソリッドのディスクブレーキ、後輪は、ドラム式のリーディングトレーリングが標準であるが、ツインカムとマガ1600ドラックスは、ソリッドのディスクブレーキ、いずれも倍力装置は備えない。 第二次世界大戦後のイギリスに駐留したアメリカ合衆国軍兵士は小型で軽量な MG をはじめとするスポーツカーに魅了され、またイギリスの自動車産業は疲弊した国内向けだけではなく戦火に合わなかったアメリカ合衆国を中心とした北米マーケットへの輸出を増やす必要に迫られた MG ブランドを傘下に持つ企業体なフィールドオーガニゼーションは戦後モデルを 北米向け左ハンドルモデルをも生産しやすいように設計しており MGTC、TD 及び TF において多数の輸出実績を残した。そして1952年のナフフィールド・オーガニゼーションとオースチンモーターカンパニーが合併し誕生した BMC において MG ディビジョンは1955年流霊なボディをラダーフレームの上に仮装したマガを送り出す。 オープンモデルとクーペモデル、DOHC エンジン搭載モデル合わせて10万台、あまりを生産、ほぼ半数を北米に輸出した。1950年代は、フェンダーの張り出した、クラシックカーゼンとしたスタイリングの時代から、空気力学が重視される時代へ移り変わる時期であり、イギリスも復興が、軌道に乗り、主要輸出先のアメリカ合衆国も後継機であり、スパルタンなスポーツカーよりも、 快適性と巡航性能が求められる時代だった。マガの誕生した1955年頃から MG ミジェットが誕生した1961年、MG 最大の成功作 MGB の1962年の間はイギリス製オープンスポーツカーの黄金時代と言えるだろう。MG は創業のそもそもがレース活動と関わりがあるようにマガにおいても多くの戦歴を残している。 改良型ボディでのルマン24時間レース、セブリング12時間への参戦や、ミッテミリアや、モンテカルロラリーなどのラリー競技にも親会社、BMC のワークス活動の一環として活躍した、MGB 同様、プライベートチームでのトライアル競技への参加や、イギリスの MG 所有者団体である、MGCC 及びマゴークでの模擬レースへの参戦は、現代でも盛んに行われている。 旧ローバーグループの一員の財団部ミット参加の b m h 社がマガの部品の再生産を開始しており、新品入手が不可能な部品も一部見受けられるが、この手のヴィンテージカーの中では MGB に順じて維持は楽である。生産当時の純正部品を置き換える部品供給に加え、近年の技術を加味した改良部品や競技向け部品もイギリスでは豊富に入手できる。 ありがとうございます。